おはようございます、ウィリーです。古東三山スマートインターチェンジを出てきました。改めましておはようございます、ウィリーです。2024年の1月6日土曜日ですね。今日もバイク人のラリーですね、ポイント稼ぎにやってきました。滋賀県に2つ、三重県に2つ、4つのポイントを稼いで、帰ろうかなと。ちょっとツーリング、軽いツーリングですね。300キロほどですかね、300-30キロかな。日が差してきて、ただいまの気温7度だそうです。はい、まず1つ目のポイントなんですけどもね、だいぶ前のアニメ、アニオタの人たちが、ね、流行らせてくれました。爆音はバイクでしたね。軽音ですね、軽音、軽音、軽い音楽、軽音。豊里小学校校舎群ですね、旧、今はもうそこ小学校として使われてないんですけどね、建築物として非常に値打ちがあるということなので保存されてるんですよね。そちらの方に今から向かうところです。今日も一日よろしくお願いします。滋賀県ってね、琵琶湖あるでしょ。それからね、琵琶湖だけじゃないんですよ、滋賀県はね。滋賀県いろんなとこありますよ。彦根城なんかね、国宝の彦根城ありますしね。信楽のタヌキでしょね、本当に面白いですよ。それ以外にもね、いろんなところ、比叡山もあるし、そうそう、日吉大社もありますよね。見どころがいっぱいあってね、滋賀県面白いですよ。豊里小学校なんですけど、さて、豊里小学校旧校舎群、次はですね、サメガイ宿ですか、ちょっと字が読めない本当に漢字の読めないダメなやつです。はい、また漢字をこれに書いておきますけれども、はい、306号線走っていたんですが、8号線の方に入ろうとしています。彦根市の市街地なんですけどね、高速道路に入れ入れとこう Google 先生言うんですが、節約したいので、はい、一般道下道を走ることにして、8号線からそれて旧中山道なんだそうです。はい、Google 先生曰く、旧中山道を走っています。清流の里中山道サメガイ宿ですね。おー、なかなか確かに水が美しい、綺麗ですね。ちょっとここで写真撮らせてもらいましょう。サメガイ駅を出てきました。中山道をずっと走っています。左手には伊吹山ですね。雲がかかって見えませんが、ここはね、国道の21号ですね。
今から三重の方、いなべの方に行きますから、あの辺りは桑名の、ハマグリね、その手は桑名の焼きハマグリのハマグリで有名な桑名の地域じゃなかったかな。はい、お、岐阜県に入ります。岐阜県関ヶ原町、はい、滋賀県を離れて岐阜県に入りました。鈴鹿の山越えをせずに、関ヶ原から回り込むという形のルートを選んでいます。 Google 先生がですよ大垣市にも入ったしね、関ヶ原町から大垣市でしょ、と思いながら、いなべこちらって道標が出てました。道しるべがありました。あ、気持ちいいな、すいすいと、全然このストレスを感じずに走っていられる。前に後ろに、ね、車がいない、まあ、対向車はそこそこで、ね、こんな風にいますけど、あの日差しを感じてます。ここは365号、ちょっと車の量が増えてきましたね。306号と重複重なってますね。さっきもね、ツーリングの4台5台マッスーリングの皆さんが、まあ、挨拶をこうやってしてくれますね。四日市桑名、やえって言うんですかしてくれますね。いなべ市役所って、いなべってひらがなで書いてますけどね、僕知ってるんですよ。いなべって難しい漢字ではないんですよ。公務員、銀行員の員という字と、それから便、お弁当の便、それから、排気便、吸気便の便っていう、あれわきまえるって読む字ですけどね、あの便っていう字でいなべって読むんですよ。いなべ市、それを漢字でいなべ市って書いてしまうとやっぱりね、読めないですよね。ちょっと難読地名に入るんじゃないですか。なのでひらがなにしたんじゃないかななんて勝手なこと言ってますが、新しいですよね、このいなべ市っていうのは。確かやっぱり U ターンにぎわいの森駐車場、いなべ市役所、ここ市役所、あ、これ市役所なんですね。はあ、おしゃれなモダンな作りの市役所ですね。市役所っていうとね、はあ、あ、にぎわいの、あ、ここですね、にぎわいの森。はい、到着です。にぎわいの森はね、QR コードじゃなかったですね。GPS でしたね。はい、うろうろ探し回った。探し回ったんですけどね。ないなぁと。四日市の方に曲がりましょう。まっすぐ行けば亀山小物って書いてますね。お、ここですね、青川橋キャンピングパーク。この看板ありがたいな。こんなにデカデカと掲示してもらえば間違うことはないですよね。あれ、これはちょっと
困ったな。駐車券がいるんですか。がっかりですね。ライダーズサイトってここなんですね。管理棟のすぐ前、駐車場の脇がライダーズサイト。ちょっと駐車場の脇っていうのはなかなか微妙なところがありますね。お昼ご飯を食べる前に4つのポイントを回ることができました。ありがたい。駐車料金がいるのかなと心配してたんですが、検査機みたいなのをね通せばいいだけのようでした、さあそれじゃあちょっと何か食べて帰りましょう。ご利用ありがとうございました。まだ一国道先駆け、ラーメン食べよう。ラーメン、はい、ラーメン屋さん失礼します。北の方に進むと雨雲がねあるんですよ。黒いね、もう雨水をたっぷり含んでいますっていう感じの、暗くなるような南の方の空を見れば明るいんですね。この東名阪自動車道四日市インターから入ることにします。大阪へ向けて帰ります。では今日のモトブログはこれでおしまいにしようと思います。美味しいチャーハンとラーメンをいただいて出てきて、眠くならないように気をつけながら、はい、帰っていこうと思います。それでは今日のモトブログはこの辺でおしまいにしようと思います。いつも最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。